こんにちは、エディーズの拓也です。今日は機材のお話を一つさせていただきます。もう僕がこれがないともういけないというようなエイペックスのショートテックですね。もう最近はちょっと忘れてウェットスーツだけで入るとなんかもうパンツ履いてないみたいな、恥ずかしくなっちゃうぐらいなんか履き慣れちゃって愛用してますね。これがどういいのかっていうお話を、まあ、少し前にさせていただいたんですけど、今年ですね、久々にちょっとゲストから注文があって、入れたんですね。ちょっと若干仕様が変わってて、その紹介をちょっとさせていただきます。ショートテック、これが新しいバージョンですね。これが見た目はそんなに変わらない感じがしますが、お尻のこの布地の模様が全然わかんないかもしれないんですけど変わってるんですよね。これいいなと思うのは、この前のやつは斜めの線のこの細いやつがピーッと貼ってあったんですけど、これが結構ピロピロ剥がれてたので、細かいブロックになって、もうロゴですかね、エペックスのなんかこっちの方が剥がれなさそうな感じがしてます。新しいやつですね。むっちゃいいなこれっていうのと、あーちょっとなっていう点があるんですけど、前のやつはですね、前のモデルはポケットのサイズ感はそんなに変わってないかな。前のやつはこのサイドにこの街を押さえたり広げたりできるベルクロがついてたんですね、マジックテープが。そして中がDリングになってたんですけど、新しいやつはですね、このサイドの街を止めるベルクロがなくなりましたね。まあ、これはね、結構僕もずっと開けっぱなしで使ってたのであんまり気にはならないかなって。で、膨らんでた方がシルエットがいいし、うん、でB 感がなくなりましたね。これがまあつけられるからね、物つけられるから、ちょっとなんか通してD感つけたりとかカスタマイズももちろんできるんでしょうけど、やっぱこの開けたら鉄があるというなんかドキドキ、これはちょっとまあD感でよかったかなっていう気はしますけど、ちょっと僕も新しいのに変えてみて使い勝手いろいろ試してみたいなっていう感じはします。あ、結構違いますね。初見で申し訳ないんですけど、これここがメッシュになってる前のやつはここが穴が開いてるんですね。穴が開いてただけだったのが、この底の部分がメッシュになってる。これはいいかもしれないですね。綺麗なちっちゃい貝殻とか拾ってショートテックなんか入れとくと、もう穴から出てって中ってするんですよ、ダイビングだったんですね。これはいい。ほいでですね、これがここにファスナーがついて、他のところにねちょっと入れられるスペースができたのがめちゃめちゃ、これはいいですね。ちっちゃい人形とかいっぱい入れられますよね。まあそんな変化がありました、新しいショートテック。欲しいですね。ちなみに僕は S サイズを履いてるんですけど、これ結構大きくて腰回りの感じに合わせてサイズを選ぶとちょっと丈が長くなっちゃうので、サイズ感はちょっと注意が必要かもしれないですね。サイドの街を抑えるベルクロがなくなっていて D 感がなくなっている、これちょっと変わった点ですね。ただこの蓋のところにファスナーがついてちっちゃいものが入れられる、ちっちゃい人形をいっぱい入れられますね。そして下の部分がメッシュになってるので、綺麗なちっちゃい貝殻拾った時に穴から出ていかない、割とグッドな感じだと思います。まあ利点としてはですね、あの前の動画でも、ね、物が入れられるとか、あとはまあちょっと、ね、暖かさもあったりとか、まあ、浮力が出るのが
まあ、メリットとなるかデメリットとなるかっていうのはスキル次第だったりすると思うんですけど、ぜひ使ってほしいですね。これはかっこいいから何にせ、そんなわけで新しくなったショートテックのお話ざっくりですね。というわけでまた。